うしよう。ある程度またでポールがこっちに来てます、まあ、まだ余裕ありそうですね。ただ長さではこれが限界だから。もう広い、テント自体が広い。さあセッティングしてみましょう。したり焚き火もしたり、外で薪ストーブも可能で、ここ寝ることもできます。で普通に座れます。はい、こういう形でとってもいいんじゃないでしょうか。リュックも置いて、で普通にまだまだスペースある感じ。おお、二股か。素晴らしい二股で、かつ重量もそんなにかさばらず二股か。これは良さそうですね。はい、こういう形で、作ってみました。上がるんじゃないかと思います。
以上二股の計画でした。